動物の友達と VTuber トラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber 七種のアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。いや、びっくりしましたけどね、まあ、僕がよく行ってる、まあ、北九州市の小倉にある旦過市場っていう、まあ、観光地にもなってますよね。結構古い、確か昭和じゃなくて大正なんですよ。大正だから100年前のにできたそういう市場があるんですけども、まあ古くてですね、まああの切ったレンズ、ネズミだかゴキブリだかがなんか走ってそうな、なんかそんな市場なんですけど、まあそういうところが、観光の目玉にもなってて、まあ、北九州市民にとっては、まあ、お正月とかにね、なんかカニだったりとかさ、魚だったりとかお肉だったりとか、いろんなものを売ってるなんかすごい市場だったわけですけど、燃えちゃいましてですね、火事でどれぐらい店舗、40店舗ぐらい燃えたって書いてましたけども、まあそんな感じで結構ショックでかいですね。まあ小倉に街中に行ったら必ず寄ってた、寄って、で僕はミートショップコアっていうそういうお店があるんですけど、そこのね、親鳥のたたきがものすごく美味しくて、しかも200円ぐらいでものすごい安いから、まあね、お酒のつまみにすごくいい、美味しかったんですけどもね、もうそこも多分しばらくは営業しないだろうなと思って、でショックですね。まあでもまた買いに行きますけど、で元々は再整備する予定だったんですよね。そういう水害だったりとか火事した時に延焼、前も平成11年ぐらいだったんですね、に燃えて、まあ、同じぐらい火事で燃えちゃってましたから、まあ、そういうところでリスクはあった、まあ、古い建物ってそういうリスクがあるんですけども、そこでまた起きちゃったわけですので、うん、まあ壊す前になんかそういうことが起きたっていうのは、古い建物っていうのもあり続けるのがどうなんだろうなっていうのはちょっと考えものだなと思いますし、やっぱ火事は怖いんで、皆様火事には気をつけてくださいねという、そういうお話でございました。はい、まあそんなこんなで世の中の移り変わりというのは非常に、目まぐるしいわけでございますけども、今日はね、またちょっとウクライナのお話でございます。ウクライナから避難者の犬ワクチン接種確認で滞在先に同行。これはまあもともとちょっと問題になってたというか、その前からですね問題になってましたけども、ニュース読んでいきましょう。国内にペットの犬などを連れてくる際には狂犬病にかかっていないことなどを示す証明書がないと、犬などは動物検疫所で最長180日間飼い主と離れ検疫を受けることが求められます。ウクライナから避難してきた人たちのペットの犬などについては証明書を用意するのが難しいとして、農林水産省はワクチンを接種したことが などが確認できれば、滞在先に連れていくことを認める通知を出しましたと。でまあ、これなんですけど、もともとウクライナから日本に避難してくる人の中にはペットの犬とともに到着する人がいますが、狂犬病予防法で定められている病気にかかっていないことを示す書類が用意できないので、飼い主と犬が離れ離れになるケースが報告されていて、まあこれが結構、かわいそうじゃないかということで問題になってるわけですね。でこれについて農林水産省はワクチンを2回接種していることや検査でウイルスに対する抗体が十分あることなどが確認できた犬については滞在先の支援者の自宅に連れて行くことを認める通知を出しましたということですね。で飼い主には犬の状態を週1回検疫所に報告し、他の犬などと接触させないなどの対応を求めるということです。動物検疫所にいる期間には餌代や飼育を委託する費用を飼い主が負担することが求められるため、農林水産省は経済的な負担の軽減にもつながるとしていて、病気の侵入を許さないということを原則を満たした上で、家族同様の愛犬と日本での生活に慣れてもらい、滞在を少しでも良いものにしてもらいたいと話していますということでございますが、まあ、まず怖いのが狂犬病ですよね。狂犬病は日本では撲滅というか、まあ、駆逐した、まあ、追い出したわけですけども、もともとが、前僕生放送でも言いましたけど、徳川の、誰だったか忘れましたけども、すごく鷹狩りが大好きな徳川さんの、誰かさんがおりまして、その、徳川さんが海外から妖犬を連れてきて、でその妖犬が狂犬病にかかってて、それで日本国内で、非常に蔓延してしまったことによって、日本在来の日本犬っていうのをもう全部殺しちゃったっていう、そういう歴史がありますので、まあ、本当にね、一つ
もう1頭2頭だけでもものすごく広がっていきますし、しかも犬だけじゃないんですよね。猫だったり、まあそういう生き物にも広がっていくわけでございますので、まあものすごく怖い病気ですよ。まあ鳥インフルエンザの話でもそうですよ。タヌキだったりとかキツネだったりとか、そういうところから広がっていくと、もう接触というか、まず噛まれたり引っかかれたりするだけでも人間が致死率 100% だって言われてますから、まあですからもう本当にこういうところで対処していかないといけないわけなんでございます。でここで農林水産省が出している、このウクライナからの犬の受け入れに関する、情報っていうのを、まあ、7つぐらいにまとめている方がいらっしゃいましたので読んでいきますと、入国時点でマイクロチップが埋め込まれていて、そのマイクロチップによるワクチン2回接種が確認できる。で血液検査により十分な抗体が出来上がっている。で、飼育環境が適切であり、かつ他の犬との同居がない。でここから先がもう飼い主の良心に任せるっていうところだと思うんですけども、5番噛み癖がない、6番散歩の際には必ずリードをつけ、必要であれば口輪を装着した上で他の犬との接触を避けること。7、動物検疫所に定期的に連絡を入れること。まあここまでは、本当に何だろう、飼い主次第だなっていうところなんですけども、もしねその飼い主の人がまあめんどくせえやつってやめちゃったりしたら、かわいそうだからってやらなかったりすると、もう本当にそこから穴が抜けてったらバーッとひっくり返したように狂犬病が広がっていく可能性もありますからですね。でまあ、このニュースの中であったんですけども、農林水産省がその経済的な負担を軽減するためにということで、まあ一緒に入れるようにしますよって言ってるんですけども、そうじゃなくてどちらかというとその検疫所にいる間の時間でかかる費用を負担してあげるっていう方が、僕は適切なんじゃないかなと思うんですよね。例えばそういう、まあ、いないとは思いますけども、無責任な飼い主がいたことによって狂犬病が日本中に広がって、それでいろんな人が死んで経済的な損失がたくさん出たっていうことになるよりは、そこでちゃんとお金を蹴散らずに出すことで、後々のリスクっていうのを抑えることができるんじゃないかなと僕は思うんですけども、そこはどうなんでしょうね。結構そのツイッターでとかで、まあ、犬とウクライナの人がかわいそうだっていう意見があったから、まあ、それで結構対応を早くしたんだと思うんですけども、そこじゃないんじゃないかなと僕は思いますね。はい、しっかり検疫だったりとか病気、犬から人間にうつるようなそういう病気っていうのを防ぐっていうのを、まあためにしっかりとどっしりとした対応をするっていうのも国の偉い人の役割なんじゃないかなと僕は思います。ということでございまして、今日のお話は、ウクライナから、避難者の犬ワクチン接種確認で滞在先に同行できますよっていう、そういうお話でございました。